しくってためになる TRA チャンネル。今日のテーマはインナーチャイルドカードの青い鳥から幸せのメッセージを学ぶ。改めまして皆さんこんにちは。タロットリーダー協会の直子こと山本直子です。今日もご覧いただきありがとうございます。私 NHK の BS で朝ドラの再放送を見ています。過去の朝ドラは結構見ていないものがあって、今やっているのは身を尽くしです。沢口靖子さんが主演で1985年の作品です。もう35年も前か。千葉県の銚子市が舞台です。旧家である醤油の醸造元入り町の娘である香と、当時は犬猿の仲だった漁師の網元の長男宗吉との純愛を描いたストーリーです。宗吉は嵐で遭難し、香は流産してしまいます。昇進で実家に戻った香は次第に元気を取り戻し、醤油屋の番頭と再婚をして、ところが亡くなったはずの宗吉はてんてんてんと今はこの辺りまで来ています。沢口靖子さんは当時20歳くらいかな。初々しくて演技力っていうとちょっと見ていられないところもあるんですけれども、今も科捜研の女などで活躍中で、相変わらずの美しさを保っていますよね。そして私が驚いたのは桜田淳子さん。沢口靖子さんの腹違いの姉律子を演じています。凛として美しく、ちょっと気ぐらいが高くって、気も強くって、自分の考えをはっきりと主張する女性。それでいて優しい心根を持っていて、義理の妹の沢口靖子が幸せになれるように陰に日向に気遣ってくれている、そんな役柄です。桜田淳子といえば、白いキャスケットをかぶってハイソックスを履いて、いたアイドルのイメージが強くあります。身を尽くし当時の桜田淳子さんは27歳くらい、女優に転身をして活躍をしていた頃なんですね。でご存知のように彼女はその後1992年34歳の頃に結婚をして、スパッと芸能界を引退しました。確か彼女は秋田から上京して、アイドルへの情熱というか、何が何でものし上がってやるっていうギラギラ感がものすごくあって、やる気があるかないかよくわからなかった山口百恵さんと対照的だったと記憶しています。そんな彼女があんなにあっさりと引退するんだもんな。芸能界に未練はなかったんでしょうか。まあ彼女は憧れ続けた芸能界以上の幸せの青い鳥を見つけたっていうことなんでしょうね。でもね、身を尽くしを見ていると、桜田淳子さんがあのあと復帰したりしていたら、今頃どんな素敵な女優さんになっているのかななんて思ったりもします。というわけで今日のメインテーマは青い鳥です。インナーチャイルドカードには、鳥は自然界からのメッセージを告げる存在、特に幸せを告げるメッセンジャーのシンボルとして描かれています。ではここでクイズです。インナーチャイルドカードには鳥が描かれたカードは一体全部で何枚あるでしょうか。山本直子調べによると、
その前にインナーチャイルドカードは全部で78枚あるんですけれども、鳥はそのうち23枚に描かれていました。それではクイズ第2問。鳥の色は様々です。では23枚のカードに何色の鳥がいるでしょう。全部で何色の鳥がいるでしょうか。はい、答えです。山本直子調べによると、鳥はフクロウも含めて全部で8色の鳥がいました。その色は例えばこれですけれども、このカードは全部で3羽いますね。こんな風に鳥の色は白、金色、茶色、紫、ピンク、黄色、黒、青の8色でした。インナーチャイルドカードはカラーセラピーの要素も合わせ持っているんですね。ですから鳥の色にはそれぞれ異なる思いやメッセージが込められているんです。では青い鳥のこのブルーにはどんな意味があるのでしょう。はい、カラーセラピー的に言うと、ブルーには愛情、それから慈しみ、受容力、自分への愛ですね、特に自己効力感であるとか自信、自分を信じる力などの意味が込められています。では次のクイズです。鳥が描かれていた23枚のうち、青い鳥が描かれているのは何枚あったでしょう。はい、山本直子調べによると全部で8枚ありました。では最後にこの8枚の中から1枚を選んでいただいて、各カードの青い鳥から幸せのメッセージを受け取っていただきます。あなたの青い鳥はどのカードで、どんなメッセージをあなたに投げかけてくれるでしょうか。では1から8の中から1枚を選んでくださいね。それでは1番を選んだ方、こちらです。ハートのチャイルド、ゴルディロックスと3匹のクマです。好奇心を抑えきれないあなた、ワクワクする方向へ進み出しましょう。たとえその先に未知の不安が待ち受けていたとしても、あなたのハートはそんな刺激すら大歓迎するはずです。ドアを開けて家に入ってみては、と卵を温めながら青い鳥は告げてくれています。2番を選んだ方、クリスタルのシーカー、オズの魔法使いの臆病なライオンです。あなたは気の弱い自分が大嫌いですか。いざとなったら強さを発揮できる人ですよね。ライオンの少し前を歩きながら、青い鳥は、しっかりしろよ、勇気はもうあるんだ、花冠は自分でかぶれよ、と告げてくれています。3番を選んだ方、ダイアルカネ1、アラジンと魔法のランプです。今のあなたは自信がなさすぎて視野が狭くなってはいませんか。まずは顔を上げること。窓辺の青い鳥は、あなたが今どれだけのスキルや才能を持ち合わせていて、どれだけ素晴らしいことができるのかを再確認しなさい、と告げてくれています。4番を選んだ方、ソードの7です。これまでの自分を振り返り、現状を見つめているあなた、大切なのは今後の自分のマップを描くことです。小さくまとまらずに大志を抱きましょう。 Boys be ambitious, Girls be ambitious。 漠然と考えるのではなく、
ペンとノートでしっかりと思考を整理してね、と椅子に止まった青い鳥は告げてくれています。5番を選んだ方、クリスタルの5です。コツコツ作り続けてきたツリーハウスはもう少しで完成です。リンゴもそろそろ実り頃、収穫の時期をしっかりと見定めましょう。新しいツリーハウスとリンゴを手に入れたら、次に手に入れたいものは何かな、と木に止まった青い鳥はさらなる進歩を求めています。6番を選んだ方、ワンドの2です。自分を見る目がいつも厳しいあなた、もっと、自分を正しく評価しましょう。自分にもっと微笑んでみてはどうですか。あなたは人には優しくできるのにね。自己評価をもっと高くして良いのです。自分にももっと優しく、と小さな岩に止まった青い鳥は告げてくれています。7番を選んだ方、ダイアルカナ20は3匹の子豚です。失敗なんてしたくないけれど、してしまった失敗は乗り越えて次の成功へとつなげましょう。過去の失敗を踏まえて立てる戦略は非常に強固なものになります。楽な道を歩みたいという自分の影の声に耳を貸すことなく、新たな強い自分を作り上げていこう、と小屋根に止まった青い鳥は告げてくれています。はい、8番を選んだ方、ダイアルカナ18はシンデレラです。あなたがどれだけ試練に打ち勝ってきたことか、満月と鳥たちはしっかりと見守ってくれています。今ここからどのように一歩踏み出したいのか、言葉にしてみると前に進めるよ、と足場みの木の枝に止まった青い鳥は告げてくれています。以上が青い鳥からのメッセージでした。いかがでしたか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。 TRA では各種タロット講座を開催しております。詳細は概要欄からどうぞ。インナーチャイルドカード講座を私が担当しておりますので、ぜひお越しください。よろしければチャンネル登録もお願いします。今日の担当は山本直子でした。それでは次回まで、ごきげんよう。